吹奏楽好きな音色の楽器ランキング。さあ本日の吹奏楽動画は前回募集しました皆さんの好きな音色の楽器のランキングを発表していきたいと思います。こちら800件以上のご参加がありました。いつもありがとうございます。ちょっとね結果を見させていただいた第一印象としてはかなり接戦になってますね。上位の 1,2 に関しては3位との票差が結構あったりしまして、逆に今回17パートを用意してあるんですけれども、17位を除いてそれ以上の楽器たちは結構接戦になってんじゃないのかなっていう印象ですね。だから今回に関してはどれが1位になってもおかしくないのかなって思いますね。ぜひ最後まで楽しんで見ていただけると幸いでございます。今回も楽器数が多いのでね、ちょっと早足でお送りしていきたいと思います。まずは17位から4位まで発表していきたいと思います。それではランキングスタート。はい、ということで17位から4位までを見ていただきました。ざっくり確認していきたいと思います。冒頭に言っていた17位一番少ないやつっていうのがコルネットだったんですよ。僕個人的にはね、音色としてはコルネット大好きな音なんですけれども、まあコルネットパートがそもそもないからね、トランペットとこう兼用でコルネットを使うっていうことが多いので、あまり聞き慣れていないっていう点で今回は下位になったのかなと思っております。それと同じような理由でピッコロもそうなのかな。だけどこのピッコロの42票以降からね、結構接戦が続いていまして、まあトランペットやらチューバやら、あとはコントラバスとかソプラノサックスとか、なんでトランペットこんなに低いんだ順位。なんだろう、聞き慣れているっていう点でトランペット結構下位だったのかもしれないですね。だからね、ここら辺の50票60票あたりが固まっていて、そっからまあファゴットが入ってきたりとか、いつも下位ですけれども、今回はねトランペットを抑えて上に来たので、今回ファゴットに関しては結構いい結果なんじゃないのかなって思いますね。そっからクラリネット族でしたりとか、あとはサックス勢とかが入ってきたりしていますと、こうやって票数をね比べて見てみると結構面白い結果になっていました。残る3つのパートはですね、オーボエ、ホルン、ユーフォニアムの3つとなっております。オーボエもねファゴット同様あまり使われていない楽器なんで、いつも下位の方になってしまいますし、ホルンに関してもいつも中途半端な順位なんですよね。そしてユーフォニアム、前回ね大変そうな楽器ランキングでは下位にはなってしまいましたから、ここでね挽回っていうわけではないですけれども、食い込んできた感じとなっております。ということでトップ3の発表に参りたいと思います。果たして1位に輝く楽器はどの楽器なのか。それではトップ3の発表です。ということで1位に輝いたのはユーフォニアムでございました。
はい、冒頭に言いました通りユーフォニアムだけ唯一200票入っているという形になっております。そこから約40票差をつけてオーボエが195票、そしてさらに60票の差をつけてホルンが3位ということで、4位のフルートとはたったの6票差なんですね。ホルンの3位はなんか自分のパートのことかのように嬉しいですね。そして2位のオーボエはですね、過去にソロが似合う楽器ランキングでトップ3に入っていたのかな、まあ、そこに繋がるものがあったのかなっていう感じですかね。そしてユーフォニアムの1位、あのね柔らかい感じの音色、もう嫌いな人いないですね。癒しです、あの音を聞いて寝ればねぐっすり眠れます。ごめんなさい嘘です。ともあれね、各楽器本当にいろんな音色があったりして、その楽器の良さっていうのがありますので、下位だからダメとか上位だから絶対いいとかっていうわけではありません。そして奏者によってもね音色っていうのはまた変わってきますので、日々の練習の中でもねこう音色の追求っていうのを頑張っていただければと思います。はい、ということで本日は皆さんの好きな音色楽器ランキングをご紹介してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。